ちは幸いであり、悲しむ人たちは幸いである、柔和な人たちは幸いであり、哀れみ深い人たちは幸いである。この世の断りのごとく、大衆は常に間違っている。人は群れをいかにして成してゆくのだろうか。あれと大地に咲くエリカは美しく、愛の言葉にまた傷つけられる。この子は他人の憂さ晴らしか。これは醜い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 。もうこれ以上私の心を壊した。義のために迫害されてきたものは幸いである。黒き羊は群れに憧れ、もう二度と日常へは戻れない。
発水星虫か。いいだ。昔はあんだけ追いかけ回した師匠に文字通り追いかけられることになるたね。師匠の話は人情ばっか。それで食えない人情味ってか。何をしゃべこの野郎、この無駄なしのこの文字ため、おめえの締めも俺が変えたようなもんだ。俺の顔も立て上がれってんだ。こんな飲んだくれが親じゃおしめえだな。哀れ話か口でか、二人のくっちゃべりあっぱれ。よた話はでかしてだが師匠はでかしちゃないね。なんでかってそりゃ起きた時夢かと思って忘れちまうだろう。それではお後がよろしいようで。よっ、ありがとうございました。何やら騒がしいご様子、三本勝負が始まるようです。ごひいきの落語家に遊べポーズを向けて応援してあげてください。
また寄せに来たいって。おお、好きなだけってね。よろしいようで、よっ、ありがとうございました。